アブロガブリエルティトクエバス、ウルロスは、ウルグアイの男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス6勝、2008年全仏オープンを含む、ダブルス9勝を挙げる。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス14位。身長180センチメートル、体重80キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。 アルゼンチンのコンコルディア出身で、ウルグアイのサルトに在住している。2008年全仏オープン男子ダブルスで、ルイス・オルナとペアを組んで優勝し、ウルグアイの男子テニス選手として、最初の4大大会優勝者になった選手である。2004年に、プロ入りし、直ちに男子テニス国別対抗戦、デビスカップウルグアイ代表選手に選ばれる。2007年全仏オープン男子ダブルスで4。 大大会のダブルスに初出場し、この大会では3回戦まで勝ち進んだ。同年の全米オープンでシングルスに初出場するが、1回戦でアンディ・マリーに2から6、3から6、0から6で完敗した。2008年全仏オープン男子シ,シングルスでは、1回戦でフェルナンド・ゴンサレスに敗れている。2008年全仏オープン男子ダブルスでクエバスは、 ルイス・オルナと初めてコンビを組み、ノーシードのペアとして勝ち進んだ。二人は準々決勝で、第一シードのブライアン兄弟組を6から3、5から7、7から6で破る金星を挙げ、この勝利で波に乗った。初進出の決勝戦で、クエバスとオルナは、第二シードのダニエル・ネスター、ネナドジ・ジモニッチ組を6から2、6から3のストレートで倒した。こうして、クエバスは、 男子ツアーで最初のタイトルをグランドスラム大会のダブルスで獲得した。クエバスとオルナは全米オープンでもコンビを組んだが2回戦で敗退した。2009年全米オープンにてクエバスの全仏オープン男子ダブルス優勝はウルグアイのテニス界における大きな記念碑となる。これまでは32年前の1976年。 全仏オープン女子ダブルスでフィオレラ・ボニセジがゲール・シェリフと組んだ優勝が当地唯一のグランドスラムタイトルであった。ウルグアイ最大の男子テニス選手であるマルセロ、フィリピーニは9年前の1999年全仏オープンでシングルスの最高成績を出しベスト8まで進出した。フィリピーニの男子シングルス8強を超えてクエバスが全仏男子ダブルスで 初優勝を遂げたことにより、ウルグアイのテニス界は、全仏女子ダブルスのボニセジ以来、32年ぶりの4、大大会タイトルを得たのである。クエバスは2011年全仏オープンを最後に、膝の怪我のため1年10ヶ月公式戦出場から、遠ざかり、2013年4月に復帰した。久しぶりの4大大会出場となった2013年、全仏オープンでは1回戦で、 アドリアン・マナリのを6から三、二から六、六から三、五から七、七から五のフルセットで破り、初戦を突破した。二回戦でジルシモンに七から六、一から六、一から六、一から六で破れた。オラシオ・セバ・ジョスと組んだダブルスでは、ベスト四に進出した。二千十四年七月、スウェーデンオープンの男子シングルスでは、初めてシングルスツアー決勝戦に進出し、 決勝戦で、ジョアン・ソーザに6から2、6から1で勝利して、シングルス初タイトルを獲得した。クロアチアオープンで2勝目を挙げている。2015年は、ブラジルオープンで、ツアー3勝目を挙げる。2016年のリオオープンの準決勝で、ラファエル・ノダルを破り、500の大会で、初の決勝に進出した。決勝で、キドペジャに64、67、64で勝利し、 ATP500 で初優勝を果たす。また1回戦から決勝までの5試合連続で、左利きの相手に勝っての優勝は、ATP ツアー史上初めてのことであった。翌週のブラジルオープンでも優勝し、大会2連覇と2週連続優勝を達成した。6月のノッティンガムオープンでは、芝で初めて決勝に進出したが、スティーブ・ジョンソンに6から7、5から7で敗れた。 7月のドイツ国際オープンでは ATP500 では自身2度目の決勝に進出。決勝でマルティン・クリザンに1から6、4から6で敗れた。翌7月18日付の世界ランキングで20位となりトップ20入りを果たす。2017年のブラジルオープンでは決勝でアルベルトラモスビニオラス267、64、64で勝利し3連覇を達成した。 3月の BNP パリバオープンでは、自身初のマスターズ戦ベスト8進出を果たす。準々決勝で、パブロ・カレー・ニョブ・スタニー1から6、6から3、6から7で敗れた。モンテカルロ・マスターズでは3回戦で、第3シードのスタン・ワウ・リンカを、ストレートで破る金星を挙げ、次戦で、リュカ・プイユに敗れたものの再び、マスターズベスト8進出を成し遂げる。 さらに、ムチア・マドリード・オープンでは、マスターズ3度目のベスト8に、進出、準々決勝で、アレクサンダーズ・ズベレフを下し、マスターズ初のベスト4進出を成し遂げる。準決勝は、第8シードのドミニク・ティエムに敗れる。全仏オープンでは3回戦に進出するが、フェルナンド・ベルダスコに敗れる。10月のオーストリア・オープンではダブルスで優勝。 マスターズでの活躍が目立つ年となった。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 TO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。